こんにちは、プロトリュフチャンネルです。いちご、どん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 実がなってきたのはいいんですが、ちょっと油断したら、見て、ちょっと鳥かな、食べられてしまいました。まあまだまだこれからどんどんと四季なりのいちごですからなってくれるので、まあ傷んだものは取ってしまったと。そしてあとはこれから暑くなる時期です。このような黄色くなった葉っぱも群れの原因になるので、しっかりと葉っぱは取っておきましょう。そうすれば四季なりいちごはまた花を咲かせて実を収穫することができます。これからまだまだもっともっと大きくなって実が収穫できるので、まだまだ楽しみです。